こんにちは。ただいま京阪本線枚方市駅4番乗り場に来ています。まもなく枚方市駅16時27分発の準急淀屋橋が7両来ます。どんな車かな。7両編成なので旧型車の可能性があります。次の停車駅は枚方方面です。次は長屋に来ました。黄色または緑の乗車駅丸印の2番から8番でお待ちください。停車駅は茅島までの各駅と森口市、京橋、天満橋、北浜、淀屋橋です。京橋には特急が先に到着します。茅島、森口市で各駅停車に連絡します。4番線に到着の電車は先発19淀屋橋行きです。京橋にはあの特急が先に到着いたします。4番線の電車は1500ペースです。Thank you.